ミンの船だな。こちらの様子を伺っているらしい。勝てるかどうかではない。日の本を守るためには勝つしかないのだ。まだ姿は見えないが、あやつの兵がすぐに到着するはずだ。とにかく今日はもう遅い。ミンの兵もまだ動かぬだろうし、宿を取るぞ。さっさと支度をしろ。その姿のままで出るつもりか。一騎を起こし、ミンが付け入る隙を作ったのは貴様だろう。己のしたことの尻拭いもできぬのか。光秀たちが軍議を行い、行軍の準備を整えている間に手柄を横取りするつもりだったのだろう。もともとミンを煽ったのは貴様だからな。徳川の軍はすでに戦の準備を整えていた。俺が呼ばずとも最初から単独で民と対決する気でいたのだろう。手っ取り早く英雄になり、光秀の天下を揺るがすことができるからな。念には念を入れて雪村に声をかけてせかしておいたがな。全員で民を食い止め、光秀たちの軍が来るまで耐え忍ぶぞ。どちらにしても今なすべきことは同じであろう。行くぞ。
よく訓練してあるな。先方としては最新の鉄砲と弾は大量に用意している。必要なだけ使え。兵の数の多さで切り抜けたようなものだからな。こちらが手薄になるか、兵の数を増やせば問題ないと考えるかもしれぬ。長距離の行軍も大変ではあるが、待機となれば兵糧が必要になる。何よりこの城を長期間開けておくわけにもいくまい。どこの誰に狙われるともわからぬからな。どこの誰に狙われるともわからぬからな。分かっておるだろう。貴様は存外里いからな。
番へ行く夢はまだ先でもよ。それよりも今は光秀たちをもっと支援してやりたい。俺にできる方法でな。光秀のためではない。明を完全に撤退させられなかったのは俺の力不足だ。家康が暴走しかけたのに原因はおそらく俺にある。だとしても、日の本に何かあったとき、手を貸せばよかったと後悔はしたくない。貴様が言ったのだぞ。失ってからでは遅いと。その言葉が、日の本に戻る決意を固めてくれた。貴様は日の本が亡くなるのは嫌だと言ったな。大切な人たちが生きている場所だと。俺も同じ思いを抱えていた。日の本を守りたい。そのためならば何でもしたいと思う気持ちも。俺に日の本への思いを自覚させたのだ。貴様が俺に日の本への思いを自覚させたのだ。この国に戻ってからも口出しはせぬと決めていた俺の背を押し負って。